はいどうも、ジグノです。今日は赤単を回そうと思います。まあ見てもらった通りの全部4枚ずつのすごくシンプルな構成ですね。またスタンダードで禁止カードが出てしまって環境が変わっていきますが、この環境当初から1枚も禁止カードが出ていない奇跡のデッキでランク戦を戦っていきましょう。はい、対戦よろしくお願いします。いい手札ですね。はい、一旦目こかし吐き、理想的な動き。相手も赤タンをミラーマッチかな。赤タン同士の対決。はい、アナックス、強いカードを1枚奪えた。はい、骸骨の巨人、まずは義足を処理して、もう動いてこない。じゃあアナックスでターン終了。相手も3マナ、素直に巨人を出していく。お、じゃあこうで1体だけで攻撃。これよく、あ、よくなかったか、これ。これ普通に相打ちだと、正直そんなに、はい。まあ、遠くに出るので、よしとして、ターン終了。まあ、これで先制攻撃いなくなって、こいつらはもう動きやすくなったから、これはこれで、よかった気がする。はい、4点しょうがない。はい、どうぞ。特に1体だけ攻撃してくる。じゃあブロック、ブロックして、はい、解決で巨人に2点で、はい、こっちのターン攻撃、まずは攻撃からの舞台照らし。こっち2枚しょっぱい。はい、どうぞ。上貴族、義足、スイ。じゃあ土地を置いて全軍攻撃。何もしてこない。はい、トントントンで、どうしよう。じゃあ戦闘中になんかしてきたらこっちでもよかったですけど、まあ、1マナも呪文も持たれてた時に一発無駄になっちゃうんで、確実に倒せる義足の方を。はい、舞台照らしから、もう一回舞台照らし。はいはい、トーブラン、アンマナ。はい、火力から入る。うん、でもこれだと相手マスブロなんで、上貴族を、はい、そうなります。対戦ありがとうございました。良くなった舞台照らしは、まあいい。はい、ワンマリガンからの焦がし吐きスタート。お、相手は石デッキ、石デッキか、どうしよう。はい、一体で攻撃、うん、まあブロックしない。はい、オブツルコ三兵、殴ってこない。相手冷静でしょ。あ、でももう
う1体出てきて2点で倒せなくなっちゃうと大変なんで、今のうちにやっときましょう。はい、よっしゃ、はい、持ってた、はい、6点、はいはい、ブロックしない、はいはい、どうしたもんか、これは困った。まあナックスで断終了。攻撃してくる、はいはい、まあ一回こう何もない、これで来い、はい、こいつも今度は次からパワー2なんで、あら座れた、あーやばい、はい、なるほど、どう来るか、お並べてくる、大きくなる、よっこいしょ、攻撃しない、さあかなり大敵な展開だけど、まあ相手もそう簡単には殴れない、してくる、どうしようかな、ここは大きいクリーチャー死んじゃうとかなり大変なんで、まあしょうがない、多少損だけど、はい、ニコイチ、巨人アタック、はい、通った、舞台照らし、なんか引け、はい、貴族勇者ターン終了、おウルスお手札に、はい、出てくる、エンバレス引けない、引けないか、どないしよう、守ってる、ウリ2体でアタック、はい、はい、よいしょ、はいはいはい、まあこれでお互いかなりクリーチャーを失ってで、エンド、まあ相手は墓地から出せるって言っても2体ずつなんで、これでソーブランでも引ければそのまま、どうなる、これ6点通って1体、まあでも待ってるとまあまず勝てないので行きましょう。まあそうなる。はい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 。え、五。なんでもいい。エンバレス。トーブラン、お城なんで10枚ぐらいは引いて嬉しいカードが入って、まあこれ勝利できる、巨人化ショックでもだいぶマシ、土地、お、いいぞ、そういうこっちゃないけど、これはもうゴリ押し、待ってたら一生勝たんのでゴリ押ししかない、はいはい、8点の3増えて、はいはい、あと4、量減らせてはいる、はい、立派な騎士、最悪のドロー、はいはいはい、殴ってくる、
巨人。巨人。1、2、3、4、5、6、1、2、3、まとまらない。これ。まあやるだけやる。まあ負けてますね。はい、こっちが。はい、対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。森亭主。じゃあこっちは小菓子吐き。ゴー。森2枚目。亭主も2枚目。出定手でどうしよう。はい、2体攻撃。お、ブロックするか。押した。はい、台は消えた。これで高見堂呪文砕き。まあ強い。これはまあ強いと、まあ一応定手を先に、まあ、2体並んでたら1体処理してもなって感じだったけど、片方戦闘でいなくなってくれたんで停止をやっちゃいました。おー、ビーストクエスティングビースト。1体だけで来る。ブロッカーを立てながら冷静に。はい、どうぞ。術土地。はい、格闘除去。これは痛い。痛い。美味しくない。いやでもまあ今ぐらいしか倒すチャンスがないので。はい、はい、でもこの動き全然美味しくない。ドーブラン。まあもう一枚これがあったら。あ、なかった。助かった。はい、土地。まあ当ててもどうせブロックはできない。あ、ブロックできなくはなかった。はい、よいしょ。あ、なんとかなったか。でこれでもう一回獣が出てこなければまだワンチ。うおー、こう。しかし相手森を2枚タップしてしまったのは、これはこのギリギリの状況で1点はでかい。はい、もう1回。はい、どんどん大きくなる。なんでくん、アナックスは出してもしょうがない。どうしよう。23、ちょっと足りない。アナックス出すよりはエンバレスを起動したい。はいはいはい、相打ち。
じゃあそのカードは土地ということで、なんかよくわからんけど勝てました。はい、対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。お、ダム山置いたけど何も出さず、ここにショック、ショックをサイクリングかな、何もなかった。サイクリングではない。山上貴族、まあとりあえず攻撃、ブロックすることはない。それは当たり前、その通り。まあ躊躇しましょう、生き残ると大変なことになるんでね。はい、はい、貴族攻撃しない。じゃあ見えてる方からターン終了。あんまな、アナックス、はい、よいしょ。じゃあこっちも負けじとアナックス攻撃、ブロックする、ブロックする。はい、まあ、こっちは遠くにいたいなんでちょっとお得。はい、ダブル効果支配、上貴族効果支配、どうしようか、出すか。で、まあ当たり前のように攻撃、どこ止める。はいはいはい、まあ普通に一番ダメージ入るように。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。お、相手はタップインから青黒、こっちは焦がし吐き、ゴー、しま、動いてこない。じゃあまずは攻撃させてくれる、攻撃、はいはい。じゃあどっちが欲しい、あら叩いてる、うわー引けない、引けない。はい、あ、なるほど、そういうデッキ、なるほどね、そういうことね。はい、こっちが引けた。はい、まあまずは攻撃、二体でアタック、はい、はい、決決、その人は許されないので巨人、まあ一体死んじゃいますけどしょうがない、これはしょうがない。はいはい、あー終了。3枚、4枚目はタップイン。はい、カウンターを持ってそう、攻撃、はい、相手残り11、はい、解決。不条な行動、さあ1マナ呪文がなければいいけどなかった。はい、これはちょっと美味しい。そう、はい、じゃあまずは
2体で攻撃。はい、滑りかすれかする。なんと、自慢な瞬速。はい、そうくる。どっちだけならば5で5。はい、あんまり打点はないけど盤面はこっちが有利。船乗り1枚ドロー。これ生きていると無限にカード引かれてライフもやられて、とにかく強い。あ、攻撃してきた。はいはい、じゃあ2体で、はい、攻撃させてくれない。じゃあ立っててもしょうがないんで1体で攻撃。どうする。はい、無情な行動。はい、無情。よいしょ。まあこれ生きてると一生手札増え続けるんで処理しましょう。おう、1枚ドロー。おう、1点。はい、うん、この絶妙に土地が足りないのが何とも言えない。はいはい、何もない。戦闘入る。はい、殴れない。はい、どうぞ。はい、不平。攻撃しない。巨人おかわり。通るか。通った。なんだ。はい、バウンス。まあこれは11なんで、まあそんなに。はい、攻撃。お、巨人を全部寝かせる自信があると。はい、殴らせてくれるわけがない。はい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 、いいよ。はい、バウンス入れて解決。うんと、これだとダメか。出しても寝かされる。はい、対戦ありがとうございました。ちょっと、ということで赤タンの対戦をお送りしました。ミッドレンジが弱体化されたので、これからはミラーマッチの機会も増えると思います。あとエフェリーが禁止されたので、今まで全然いなかったリミアフラッシュとかシミックフラッシュもこれから増えてる、というかもうすでに増えてる気がしますね。ローテーションまでの残りわずかなこの新しい環境、存分に遊び尽くしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。面白いと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。